全てを破滅に導くというグランドフォールから世界を救うため旅を続けるリッド、ファラ、キール、メルディ。彼らが旅の途中で立ち寄った海上都市ベルカーニュは多くの謎に満ちていた。地下に潜むメレイドの福音の目的は、そしてリッドたちを待ち受ける運命とは。かくて説話は佳境へと突入する。すっげえ、こんなの初めて見たぜ。なあ、プラティアさん、ミニマちゃん、これって毎年起こるのか？はい、そうですよ。そっか。あ、そうだ、二人とも俺になんか話があるんだって言ってたよな。それは後でゆっくりお話しします。わかった。あんな笑顔を見るとやっぱり心がグッときます。私もです。どうした、リッドのところに行くんじゃないのか？ああ、この本には歴史上のあらゆる事柄が今までにない変わった視点で描かれている。僕が今まで読んだ歴史書は全て創造神セイファートを主軸にした記述がなされていた。しかしこの本では破壊神ネレイドを主軸にした歴史が描かれている。こんな本は初めてだ。モンスターといい、このベルカーニは本当に謎だらけだ。時は満ちた。今宵は忘れえぬ夜となろう。向こうの岬に行くともっと見晴らしがいいですよ。え？景色を楽しむならあっちの方が絶対おすすめです。案内してくれるかい？ええ、もちろん。喜んで。この橋を渡ればすぐなんですよ。へえ、ずいぶん立派な橋だな。そうでもないですよ、もう古くて。いや、ハリケーンの時渡った吊り橋より安心できるよ。この橋だっていつ落ちるか分かりませんよ。おいおい、勘弁してくれよ。そうよ、ミニマちゃん、縁起でもない。おっと、危ない危ない。大丈夫かい？ごめんなさい。何？本当にすみません。いいさ、じゃあ行こうぜ。プラティアさん、何やってんの？水を汲んでいたんです。この間の嵐のせいで働き手がみんな家に戻っているものですから。見そうにないな。みたいですね。ごめんなさい。今日は朝からずっと働いていたもので。
リッドのことを考えると頭が混乱しちゃうんだよね。幼なじみだからかな、ずっと一緒にいたからなんか血のつながった兄弟みたいな気もするんだ。一人の男として見られないか。そうあっさり言い切れるなら簡単なんだけど。私はリッドに惹かれている。え？あいつは腕が立つ、剣さばきも巧みだ。だが惹かれる理由はそれだけじゃない。リッドは空を眺めるのが好きなんだってな。私はあいつと一緒にいると晴れ渡った大空を眺めているような気分になる。あ、心配事や悩み事を忘れて安らいだ気持ちになれる。マローネ、心配するな。あいつをどうこうしようなんぞ思っていない。喋りすぎたのは海祭りの夜のせいだ。おい、あれはリッド。リッド、リッド、リッド。聞こえてないか。なんだって、それは本当か。アイナ、ここ書いてるよ。確かにこれで全ての説明はつく。だがもしもそれが真実だとしたらどうなるか。ベルカーニュにいるのは危険だ。我らが神ネレイドにリッド・ハーシェルの命捧げん。ここからじゃ聞こえないさ。なんだろう。みんなに早く知らせないと。大した怪我じゃない。あんたたちは何者？やめるんだ、ファラ。どうしてよ。この二人とは戦えない。戦っちゃいけないんだ。そうだろ。これって何かの冗談なんだよな。いたずら半分に俺を脅かそうとしてちょっと度が過ぎちまっただけなんだよな。私たちは最初から負けていたのかもしれません。リッドさんを殺すなんてやっぱりできっこない。
たたちがリッド。それは僕が説明しよう。君たちはセレスティア人の末裔なんだろう。どういうこと？文献を調べていたら興味深い記述を見つけたんだ。今から2000年前、インフェリアとセレスティアが戦争状態にあった頃、セレスティア軍の一部がこのインフェリアに上陸を果たしたという伝説を見つけた。これがもし真実だとしたら、その時生き残ったセレスティア人は身分を隠しインフェリアで生き続けた。そう考えれば全ての謎が解けるんだ。島に残る奇妙な遺跡も、モンスターにエラーラがあったことも全て説明がつく。おっしゃる通りです。我々ベルカ島の住民は2000年の長きにわたってセレスティア人であることを隠し密かに暮らしていたのです。祖先から受け継いだ大いなる目的を果たすために。大いなる目的って？それは復讐だ。誰だ？あなた。ベルカ島領主エクスシアは世を忍ぶ仮の姿。その真の姿はインフェリア転覆を図るセレスティアの進軍ネレイドの福音の総帥である。ネレイドの福音。我らが祖先はこの最果ての地に渡り、インフェリア軍と勇敢に戦ったセレスティア軍の聖戦士たちである。しかし悲劇は起こった。この地に降りた我々の祖先が熾烈を極める戦いを繰り広げていたその時、突然世界的大変動が起こり、軍はセレスティアへ戻ることができなくなってしまったのだ。敵地に残された我らが祖先は外界との交流の少ないこの島国でセレスティア人であることを隠し密かに生活を営むしかなかった。インフェリアへの恨みを代々受け継ぎながら。だがそれも今宵限りだ。逃げてください。皆さん、修行の本当の狙いは。黙れ。しまった。ごめんなさい、リッドさん。情に溺れるものなぞ必要ない。なんてことを。葬り去れ。行くぞ。千球レッパー四層襲撃火力空砲。メルディ、大勝利だ。はいだ。ワイトゥーイン、ウンティーネ。我が水の癒しにて汝を守らん。ワイトゥーイム、リフリート、シルフ。我が灼熱の魔種にて怪人と化せ。天空の風よ、おりきたりで竜さならん。久々に暴れるぜ、バーニングブレイク。メイルストローン、いくよ。切り裂け、ウィンドカンター。
待っていたぞ、この時を。エヴァ！コリーナ！コリーナよ、今こそお前の力を見せるがよい。なんだ？症霊が反応してるんだ。症霊を制御している。この娘は生まれつき症霊と感応する能力を持っているのだ。そんなことって、まさか。そうか、あの時のあれはコリーナが原因だったのか。類いまれなるこの力、セレスティアの症霊工学をもって引き出せば、大症霊すら思うがまま。お前の役目はこれまでだ。もう用はない。コリーナ、我らセレスティアの技術を見よ。バーニングブレイク、サブライ。あれは大将令の術。そんな魔人剣、メイルシュトローム。うわー、見えないか。ウィンドカッター。大奨励の力、確かにもらい受けた。これで積年の恨み晴らすことができようぞ。待て、大奨励がなけりゃ世界が。俺たちには大奨励が必要なんだ。返せ。大奨励を返しやがれ。ついにリッドたちの前に姿を現したネレイドの復員。その正体はリッドたちが慣れ親しんだ者たちだった。2000年の時を超え、セレスティアの血を受け継ぎし者の大いなる復讐が始まろうとしている。かくて次なる説話を待て。